皆さん、こんにちは。今日は2022年1月15日、土曜日です。この動画は、ゆっくりボイス、落書き式素材を使っています。それでも構わない方は、ゆっくりしていってね。今日はマリオ 3D ワールドやっていきましょう。なんか、音ずれしてる。編集で直します。ダッシュレーシング。私だダッシュボードで強制加速ハンコとグリーンスターの取り忘れに注意だよこの先手前ね了解ダメージ食らったしここで猫になります元から猫でしょそういうことじゃないダッシュボード踏んで加速しようとしたでしょそれでダメージ食らうのはちょっとそれ以上は何も言わないで今ヒップドロップ狩りごっこだね負けないんだから獲物を見つけた猫の目してるこの後のジャンプ板でジャンプしたらハンコあるよここね了解この先のジャンプ板でジャンプすると3個目のグリーンスターだよ。やっべ、勢い足らない。じゃあマスでゴール。これどうするの？そりゃ、3個目のグリーンスター取れるまで終わりませんよ。やっぱそうなるか、みんな、ごめん。ジュニア、攻略のしやすい方法ってある。猫ベルあると簡単よ。スーパーベルの丘。猫ベルでここになるのか。簡単だしいいでしょ。そして、私ってわけ。まあ、サクッとクリアしてグリーンスター回収行きましょ。カットしても、もちろんだねー。グリーンスターを集めるのね。もちろん、ハンコも集めるよ。ここ、ジャンプと飛びつきで届かないかな。まあ、安全に行きましょ。気づかれる前に狩る。それにしても、2回目のコースって話すことないよね。2人声を揃えて言わなくても。とりあえず巨大化、ドーピングかな。なんでダメージ食らったの？とりあえず、猫補充。もう一個補充。さて、ゴールしましょ。何気にずるい
ゴールの仕方、ゴールすりゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。それ緊急外来か、湖に浮かぶやつ。まあまあ、グリーンスター回収行ってみよう。ダッシュレーシング。あれ、また私、リベンジってことなんだろうな。相変わらずハテナブロックは叩けないのね、やーん。ダメージ食らうんかい。とりあえず猫になって、蛇行しすぎ、煽り運転ですか。特急乗務で勝手煽ってくらいしかないです。あの特急、みかんちゃんが乗務してたの。煽り運転の被害者見つけました。昨日のことだけど、混雑で列車が遅れてたことは黙ってよう。さて、正念場。なーん。んしょんしょ。さて、心置きなくゴールできる。といった感じで、今回は終わりましょう。チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしています。それでは次回のマリオ 3D ワールドでお会いしましょう。バイバイ。